こんにちは。おはようございます。こんばんは。えっ、ー、と、今日は、昨日、おとといかない、あの、買い取った、えー、お客様から買い取った雑誌の表紙と、まあ、パラパラってちょっと、ちょこっと紹介します。で、これも、あの、ごく一部ですので、また後々少しずつ紹介していきます。これは、でも、あの、 売りに来られたお客さん、めちゃくちゃもう、そのままに詳しい。もう、デビューと、デビューっていうか、ジュニア当時から全ての雑誌とかも持ってるって言ってましたね。で、これは w i ズですね。女性、大人の女性が読むんですかね。ちょっとパラパラっと。パラパラっと。こんな感じですね。で、ノンノン。 これ結構古い古いっていうか昔からありましたよねまあちょっと見てみましょうパラパラっとあっこれあっ今こんな感じな昔ってなんか結構硬くはなくてあっ650円650円昔姉が読んでたんですけどもう多分これ何十年ってたつんじゃないですか、ね、あっこれなんかもう えそのままそのままそのままどこに乗ってるとっていうぐらいええどこに乗ってるとどの辺ああなるほど後ろの方がで2021年の5月ですねでこれがなんか珍しいって言ってました、ね、貴重なやつ で、この中国語、口座、高い、1200万円、高い。スノーマンが出てるんですね、中国語。で、うん、面白いですね。ちょっと暗いけど、うん、まあちょっと。で、中国語も覚えます。で、あんあん。あですね、ちょっと。中身はまた、後ほど紹介します。あんあん、いくらあーあのような感じなんです 飲んの、ね、もこの雰囲気的にわっ薄いあんか薄いでまたその偉いですよねまあいい一回その o w m が、ね、出てるのをこう売り切れるって書いてましたよねあんあんとかこれはあの公式のやつではないですよねこれも高い715円まあパラパラっと ジャニーズ全般ですね。もう本屋にありますよね、これ2020年。これ、テレビプロ、これもう全然、最近のやつって全然知らないんです。これ、2019年。ああ、なるほど。ああ、もう本当、ジャニーズばっかし、あんた何も知らんとねって言われると思うんですかねはい、何も知りません。ちょこーっと知ってるぐらい。 あ,あ、テレビプラスってすごい。ジャニーズばっかり。わあ、すごい。へえ。へえ、知らなんだ。知らんかった。なんちゃここのプラスっていうのは。だってもう、テレビガイドじゃないですよね。ジャニーズの方で、あのー、ニュースが映ってる割には結構、全部。 映ってますね。あ、これ結構みんな見ますよね。で、たまちゃんこれこれさっこう。あのー、ちょっと立てかけてたんですよ。それなんかふにゃーって曲がる。この時期って曲がりますよね。なんか。曲がる。もうこのせっかくあれなんで高い。これも900円。本が高い。これもう,もうちょっとこう。大事にします。もうなんかかほとして。 で2020年これも、まあっえー、なるまあまたぶんこんなあこれたぶんもう履きない履きないと言っても商売じゃないですけど見ててこうもう写真集みたいですも、ねうんわ今の本ってこんな感じなんですねいくらあれさっきいくらって見たけど800円高かあでこの辺り全部プラスですねなるほど 何は男子も乗ってるしそのまま乗ってるし何年後 ?2021 年2年前3年前こんな感じですねちょっとまた一バラバラバラってへえ高い音がそうそうあって私そのテレビジョンは買ってたんですけどガイド買ってやっぱこんな感じになるんですねなるへそうなるへそう これを全部読むだけでも大変この取材を受けるだけでも皆さん大変ですよね。これがいつ何年後 ?2022 年のやつですよね。その時もテレビもうほんとほんとジャニーズだらけ全部ジャニーズ。うわー で、これも最後なんですけどこれもねーすごいですねこれ多分あのー、ね <laughs> 見たいですよね皆さん、まあこんなあこれはもうテレビジョンになってるいやそれでもやっぱ結構あれですねというわけで今日は えっと、ジャニーズの雑誌の新しく仕入れたやつを紹介しました。また、ああまだまだ、あまだな、結構あるんで、明日、あと2日間ぐらいは、あの紹介のあれ、表紙だけの紹介のになりますんで、よろしくお願いします。お楽しみください。 えーとチャンネル登録ありがとうございます。動画再生最後までありがとうございます。グッドボタンもありがとうございます。それではこれにて失礼します。お疲れ様でした。終了します。終了。